そばきか。これもなんか焼きそばみたいな。美味しそう。あと焼きそばみたいな。ライスで。大丈夫でしょう。大丈夫。これから食べたら終わる。うまい無理やったから終わる。なんか店員の方が親切でサービスしてくれました。春巻きです。いやこれ嬉しいね。めっちゃいい人よね。めちゃくちゃ優しかった。食べましょう。いただきます。いただきます。いい人がまずいた。どう？うまっ。おお。全部辛いかどうか。めっちゃ美味しい。いけるか。どう？ギリ。ギリ？え、アウト？嘘。マジで。まああれそこ一応あれやったら帰れるで。はいはい。どっちでもいける。無理はせん方がいい。今日今日あるから。まあ、ちょっと辛いかなぐらい。大丈夫そう。無理やった。そして優勢は。どう。まあ、うまい。おお。めっちゃ美味しいな。やっとちゃんとしたご飯食べれた。俺は俺で無理かも。え？無理かもしれんって言った今。大丈夫。皆さんこんにちは、しょうごです。今回も動画ご視聴いただきありがとうございます。フックド3日目ということですね。まあ、ちょっと前半の部分は、今日3日目の朝の様子をお届けしました。まあ、ちょっとあのご飯を食べに外へ出たりとかスーパーへ行って買い物とかをしてきたんですけど、まあ、まずアムステルダムって、お店とかが開いてる時間結構朝は遅くて夜が結構早めに閉まっちゃうので、結構そのご飯食べに行ったりっていう時間も結構限られていて、これがちょっと難しいなっていうところで、まあ、今の状態で言うと、前日にスーパーである程度食べ物とか買っておいて、で朝とかはまあそういうのを食べて、昼にスーパーへ買い物行く時に、ちょっと近くのお店でご飯を食べようっていうような感じで、まあ、3日目は、そういう感じにしました。でまあ、そうなると久しぶりにちゃんとお店でご飯を食べたような感じで、かなり美味しかったなと思います。でまあスーパーでも買い物ができたので、まあ、こういうのをちょっと繰り返していくような感じになるかなと思います。であと今の問題の、バスのチケットなんですけど、まあ、昨日夜自体は、一緒に、会場にいた方がまあここのホテルが一緒だったので、まあ、ウーバーでタクシーを一緒に、乗り合わせて帰ってきたんですけど、まあ、どうにも、まずそのやっぱウーバーが使えたら楽だなっていうので、ちょっといろいろあって、まず入れれなかった、ウーバーのアプリが入れれなかったのが、ポケット Wi-Fi でつなげてるとなんか入れれなくて、ホテルの Wi-Fi につなぎ直すと、そのアプリが入れれるっていう状態で、もうこれがよくわかんないんですけど、まあ、それでウーバー自体は使える状態に なりましたので、まあ、それで今日は、移動していこうかなと思います。で、まあ、明日が多分ちょっと観光とかできればと思ってるで、その時にやっぱりこうバスとか使えた方がいいので、まあ、その時にメトロとかで、メトロの駅で、まあ1日乗車券が買えたら、いいかなということで今は、計画中です。なかなかこれが解決しないんですけど、まあ、まずウーバーが使えるようになることで、だいぶ楽になるかなと思うので、ちょっと一安心かなと思います。はい、まあ、今の状態はそんな感じで、今日3日目はフックド本戦ということで、タンドラからは、マサヤとゼンが、予選突破ということで、出場しますので、まあ、その様子を少しお届けできればなと思います。はい、まあ、あとはちょっと時間になりましたら会場へ向かっていこうと思います。それでは3日目の Vlog スタートです。はい、いきなりちょっと飛んでしまってると思うんですけど、フックドの会場に、到着しました。先ほど言ってたあの交通の部分なんですけど、無事ウーパーで、ちゃんとここへ来ることができて、まあ、これで一旦一安心かなと思います。で、まあ、今日は今から本戦ということで、まあ、マサヤとゼンが、予選突破をしましたので、ちょっとその応援をしていきたいと思います。まあ、毎年恒例という感じなんですけど、ベスト16に上がれた、まあ、本戦出場する選手は、バトル会場でちょっとウォーミングアップとかが多分できるみたいで、その間は、他の選手は、セッションのエリアへ移動してくださいっていう、時間帯があります。ちょうど今の時間になりまして、まあ、今、マサヤとゼンはその会場の方にいるんですけど、ちょっと流星と、リヒトと一緒にセッションの会場の方に来てますので、ちょっとその様子を動画撮っていこうかなと思います。
Christ alone, away.
I just wanna say thank you, thank you, thank you, thank you.